ヤスケ騒動、外務省から返事が来るも、いろんな方面で著名人が炎上し、カオスな展開に。通勤通学中の皆様、おはようございます。ロックリー准教授、最近夢に出てきがち。朝栗というか、ヤスケ騒動ですが、さらにカオスになってます。以前から朝栗中止、ロックリー氏へ、そして外務省へ向けてなど、いろいろな署名活動が行われてきましたが、先日目標達成した外務省への要請、今作の歴史認識を訂正してほしいという署名活動。その回もあってか、あるツイッターユーザーは実際に外務省に問い合わせた結果、なんと先日返信が来たそうです。そして先日のアベマ TV でのひどいと話題のあざくり特集、話がどちらかっていて、まるで討論になっていなかったということで、論文アツシさんが反論したんですが、これが燃えていて、そして UBI ソフトオフィシャルアンバサダーの方や在日イギリス人社長のデイビッドさんなどが今回の権利発言をして軒並み炎上しているようで、 UBI ソフトの今作の日本への侮辱行為から始まり、ゾロの刀で炎上加速かと思えばロックリー氏の騒動、そして芸能人たちに飛び火しているこの状況、カオス。それではそれぞれの概要と欧米に来たちの声を一緒に紐解いていきましょう。それでは外務省カモンメン、高評価もカモン。まずは外務省の件ですね。以前からこのようにヤスケは侍、あるいは武士という身分を与えられていたというふうに、はっきりと外務省のウェブサイトで提示していたことが、この数ヶ月続く朝栗騒動の初期から問題視されていたので、それに痺れを切らした人たちが、他の署名ページと同様に署名を募ったんです。外務省への要請。UBI ソフトの朝栗シャドウズとの誤った歴史認識を訂正する。これが達成したので、ツイッターユーザーのダヨネさんが外務省へメールを送りました。少し長いので、かいつまんで読みますね。モザンビークの大統領と安倍さんの首脳会にて、400年前、侍として訓練を受けたヤスケが、そして別の資料では、ヤスケは武士の身分という記載があります。外務省の立場として、これらの意図を教えていただけますか。その結果、このように返ってきたと。まとめると、1. 日本、モザンビーク政府ともに当時のヤスケの階級は諸説あることを承知している。 2. 親善のため関心と親しみを高めたいと思い例の文書を執筆した。 3. 歴史的な定説を導く意図はない。そのため指摘された文面の史実の確認はできない。これ要するに、日本がモザンビークに対していい顔をするために外務省がリップサービスとしてこんな記事を書いたという認識で OK でしょうか。それなら外務省のページに史実かは不確かです的な注意書きが必要なのでは。どうやら万博博覧会にも日本とモザンビークの架け橋であるヤスケのブースを作るそうなんですが、こんな騒動があった後だとどうなるんでしょうか。そしてお次は話がどちらかりすぎててだいぶ燃えた安倍ものMC ロンブアチさんのツイート。こちらも長いんで要約しますと、今作の制作人が日本史を忠実に再現したと発言したのだが、しっかりと再現していないということで、発売中止を訴えるネット署名がたくさん集まっていると。議論をする中で、歴史研はそもそも忠実に再現している作品の方が少ないのだから良いのではという意見もしたのだが、最終的にはフィクションだと制作サイドに認めてもらうのが良いと思う。という意見にたどり着いた。にもかかわらず切り取りして曲解して事実とは異なる発言だけを見て怒りの矛先を僕に向ける人がいる。彼らは史実に忠実にと怒ってるのに発言の事実を誤認して僕に牙を向けることは哀れだとのことなんですが、出演者長澤くんの話によれば、出演者の誰も予備知識なしで、しかも説明時間が20分ポッキリということで準備時間が全くなしということらしかったので、出演者のせいというよりは企画自体が問題かなっていう個人的な印象だったんですが、まあ、リアルタイムでこの騒動を追ってる僕たちからすればもっとちゃんとやってほしかったので、こういう魚でするような発言は炎上して当然なのでは。今の時点でフィクションとかフィクションじゃないとかっていう次元をもう優に超えてますからね、とっくの前に。そして UBI ソフトオフィシャルアンバサダーの飯田さんからのツイート。もし UBI がこのゲームは丸ごと全て史実そのものですと言ってるなら、彼らは泥団子を世界中の人の口に突っ込む狂気の集団なので地球から追放した方がいい。でも実際はそうではない。おそらく問題は泥団子とおはぎ本物の陳列棚が近すぎること。改善の余地はあるね、わら。ゲームを丸ごと歴史的事実だと思い込むことがどのくらいヤバいかというと、おままごとでご飯よと差し出された泥団子をガチで食うのと同じくらいヤバい。しかし泥団子が存在する限りそれを食べる人がいるかもしれない。だから泥団子は法律で禁止すべきだ。ハッシュタグ朝栗。こっちはもうナチュラルに炎上してます。普通にもう UBI の朝栗とかそういう次元じゃないレベルで怒ってる僕たちに対してこういう茶化すようなツイートしたらそれは炎上するでしょう。
そういうキャラで火消し頼まれたんか知らんけど、今はマジでその時じゃないって落ち着けよいいだ。そして最後は在日イギリス人経営者のデイビッド・アトキンソンさんが炎上しているという件ですね。彼はロックリー氏が書いた歴史ノンフィクションの信長と弥助、本能寺を生き延びた黒人侍という以前動画でも話しました、 Amazon のサンプルでも読めます。ページ16にある地元の名士の間では権威の象徴としてアフリカ人奴隷を使うという流行が始まったようだという箇所について彼が反論していて炎上しています。ロックリーの本がヤバいって話題見つけて、サンプル確認したらほんまにヤバくて草。ここだけ読むと、まるで白人は奴隷に反対してたけど日本人は喜んで使ってたみたいになってる。それが嘘だった。エビデンスはあるわけねえだろ。あなたの一族が奴隷貿易をしてたとか言った場合、それが嘘っていうエビデンスあなたには出せるのか。嘘だったと断言できる根拠を知りたいことの何が悪い。イギリス人が日本人を奴隷として売買してた歴史がありますが、それを嘘だというのならその証拠を出してください。イギリスがいつのどの資料、ポルトガルと勘違いしてない？いえ、イギリスです。嘘とおっしゃるなら証拠をください。イギリスが一番最初に日英貿易が許されたのは1613年。秀吉が奴隷を禁じたのは1590年。ポルトガルの売買だった。1613年は1590年の後。よってあなたの暴言は否定された。日英貿易が許される前に奴隷取引がされていなかった証拠を出してください。バカバカしい。来てないのにどう売買できる？大丈夫？来てないというエビデンスは？といった形で彼は今大炎上しているという感じですね。今のところ彼とロックリー氏との関係性はないとのことですが、いや、こういう形で気軽に首突っ込む時じゃないでしょう。彼も言い方だけ見ると日本人が黒人奴隷を流行らせたということに同意するみたいな言い方ですし、さてこの炎上はどこまで広がるんでしょうか。見物ではあります。それでは現地の声をいくつか紹介していきますね。 Folks are so used to lying and getting away with it and don't know what to do when that plan doesn't work out. Is Thomas Lockley hiding in real life or does the Japanese media still doesn't understand the situation? Latest television discussion with the entertainers showed zero understanding about the concerns and played it down as Japanese pickiness on a game made for the US market primarily.Horrible to watch. Yup, I said this when AC Shadows was first announced. Every source for Yasuke eventually led back to Lockley. Thomas Lockley's work is historical slash speculative fiction. The fact that the people are taking it seriously shows that they never read the book or don't know the difference between historical fiction and non-fiction history. Who cares? It's a game. There's a movie where Tom Cruise becomes a samurai. Where is the outrage from?という意見に対して、 It's not about the game. It is about the accuracy of non-fiction sources. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは一日を。カズシ5103、カズシさんからの、エディター憧れの松田ロードスターカズシさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。同じ岡山県民として誇らしいです。質問です。岡山は桃、白桃とブドウ、シャインマスカット、ピオーネが有名ですが、どちらが好みですか。ハロー岡山、ハロー岡山県民。どっちも美味しいので決めかねませんが、こっちでピオーネ見たことないんで、ピオーネで。岡山に帰ってきたらかっこいいロードスターで一緒にドライブしながら僕にたらふくピオーネ食べさせてください。この質問者さんのように質問あるいは提案要望というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問応援サポート要望応援ありがとうございます。おはようございます。おはようございます皆さん。通勤通学中の皆さん、おはようございます。ロックリー准教授、夢に出てきがち。通勤通学中の皆様、おはようございます。今作の歴史認識を、論文厚さんが、UBI ソフトの今作の日本への侮辱行為から始まり、それでは外務省、カモンマン。はっきりと外務省のウェブサイトで提示していた。それにしびれを切らした。謝った。少し長いので、リップサービスとしてこんな記事を書いたということで OK ですか。こんな騒動があった後のと、そしてお次は話がとっちらかす、と、
そしてお次は話がどちからどちらかりすそしてお次は話がどちらかり続けててもっとちゃんとやってほしかったのに、こういうおそらく問題は泥団子とおはぎ（括弧本物）。こっちはもうナチュラル、嘘だったと断言できる根拠を知りたい。このイギリス人が日本人を奴隷として売買してた。いえ、イギリスです。嘘と嘘ならといった形で、彼は今大炎上しているといった形ですね。それでは一日を終了。